こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ。全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、上手い人はガツガツしないっていうね、ところでね、お届けしたいと思います。いや、この間ですね、平日に海に入った時にね、台風後でいいだろうなと思っていたんで、やっぱ入ったらね、予想通りめちゃくちゃ良くて、人がいない、最高かよって思っていたらね、周りにね、プロが数人いる状態でしたね。そんなプロにね、囲まれてのサーフィン、どうなったでしょうか。っていうことを言いたいわけではないんですけど、続きは後半でね、お届けしてみますね。それではね、全国波情報ですけども、本日の振り返りからです。台風9号は温帯低気圧に変わりました。市のエリアからね、風が落ち着き、サイズも残って遊べるエリアがね、増えていましたね。日本海側、サイズが出過ぎてしまってね、風も依然ね、強い状態が続いていましたね。太平洋側は西から安定していって、遊べるエリアがね、広がっていい感じになってきましたね。風は全国的にね、強めなエリアが多かったかなと思います。まあ次第に落ち着きを取り戻してくれて、やっとね、一安心って感じではないでしょうかね。いや、大丈夫ですかね、台風以外ね。明日の波予想ですけど、台風のうねりだけがね、残ってくれそうですよ。風も弱くなりそうなので、明日は全国的にとても良さそうですね。明日はね、全国的にね、点数が高めなエリアが付きそうですよね。今日はね、西の方エリアだけって感じだったんですからね。日本海側はうねりが一気に落ち着いてしまうかもしれないんで、朝一からね、入りたいかなと思います。太平洋側、でもね、日本海側っていうのはまだね、うねりの高いエリアもあるかもしれないので、ね、十分注意してくださいね。太平洋側はね、うねりが明日以降も続くので、しばらくは遊べるサイズをキープすると思います。台風速報を一応ね、お届けしときますね。台風9号ね、北海道の東に移動した台風9号は、ね、温帯低気圧に変わりましたよね。ただ、勢力は強いままになりそうなので、今後ね、東うねりが強まりそうですね。東うねりがあるエリアは明日以降に期待したいと思います。ということでね、今日の一言ですけども、うまい方がね、いるなって思ってたんですよ。村田嵐プロとかもいたんですけどね、あと総勢8名くらいがね、プロだったっていうね、やけにうまいなと思ってたらね、プロだったっていうね、プロに囲まれたらサーフィンになってしまいました。どうなったんでしょうかということでね、まあ見てるだけでも面白いのでね、一緒に入れるっていうのがやっぱりサーフィンの醍醐味でもあるかと思いますね。特に女子プロかっこいいですよ。いやマジで女性でね、かっこいい、うまいってやっぱかっこいいじゃないですか、ね、年配の方なんですけどバッチバチに決めてましたね。キレッキレのオフザリップ決めまくりそんな中ではね、波をよく見てるとね、自分の波がやっぱ来てくれるじゃないですか。自分の波がね、そう、燃える波が来るっていうのがまたサーフィンのね、それもいいところかもしれないんですけども、自分の波っていうのはやっぱ必ず来るもんなのでね。ですけどね、乗ったのはいいからね、けどね、多分ね、下品に乗ってたかなって感じがします。やっぱね、ガチガチですよ、こっちはなんでプロに囲まれて、ただでさえ緊張しているのでね、波が来たと思ってやっぱ必死でやっぱ乗らないとかっこ悪いじゃないですか。ということでね、そうなんですよ、アマチュアから見たらね、かもしれませんけど、プロはやっぱりね、ガツガツ、してないですよね。超ガツガツ乗っちゃいましたよ。ガツガツというか、なんか、汚く乗ったって感じですよね。必死にね、波乗りしている自分に対してそのプロはね、やっぱ、笑ってますよね。豪快に技を決めて、目の前でね、決めてもやっぱ笑ってるっすよね。さすがっすよ。まあ、その笑ってるってか、余裕を持っているって感じですね。ヘラヘラしているって思うと、波が来たら、パッとね、表情がキリッと変わりますよね。狙った波が必ず来るんで。でもね、周りにもね、気遣いをしてね、譲っているっていう感じありますよね、さらにね。余裕ですよ。その波はあなたのだねって感じでね、別の波にね、乗ってます。でもね、
やっぱね、アウトカックでいい波、ね、一番いい波っていうのだけは必ず乗ってきますよね。うん。いや、乗って乗って乗りまくってましたね。俺じゃないですよ、プロですよ。まあ自分ね、自分も負けじと乗ってましたけどね。まあその、そういう風に言ってる時点で負けてますけどね。まあしょうがないです。しょうがないです。ね、自分も乗ってましたけど、いい波は完全に捉えた感がありましたかね。さすが、としか言えないですね。でもね、その笑っているっていうのがね、間違いなく、ね、リラックス、ね、自分もいつもよく言ってリラックスに繋がっているんだなと感じました。みんなでやっぱり、うるさくワイワイしているわけではないですよ。うん、仲間がね、仲間もちろんね、その、みんなプロなんでみんな知り合いじゃないですか。でも仲間が来たから、来たらね、少しだけ喋る程度、うん、あくまで一人でリラックスしてニコニコね、乗ってるんですよ。波に乗れることが幸せだなって言ってるような感じですよね。なんですよ。週末サーファーは、ね、特にかもしれませんが、ね、ただね、うるさいだけの、ね、喋りばかりの方っていうのをよく見かけますよね。うん。遠くから手を振ってぐらいはいいかと思いますけどね。あっちなみにですけど、両手振るっていうのは NG ですからね。急な信号になっちゃいますんで、それは気をつけてくださいね。うん。で、パドルしてきたなと思ったら、ね、仲間と喋ってるってね。いやいや、波に乗れよみたいなね、感じします。何しに来てんだよみたいなね。喋るだけでね、波が来たのも気づかないっていう方もいますからね、たまにね。もうね、こちらからすると、あの人の波かなと思ったら乗らないのかいみたいなね。今からバトルして間に合うわけないじゃん。っていうのはね、結構いますね。周りは結構迷惑しているってことはね、理解してほしいところですね。なので、自分をね、一度振り返ってみてほしいですね。楽しいけど、自分勝手になっていませんかっていうのをね、ちょっとね、考えていただきたい、ね、ですね。自分らだけが楽しい。周りが見えてない。そうならないようにね、気をつけたいですよね。ね、海はやっぱみんなのものじゃないですか。あなた一人のものではないですよね。ってことを理解したいところです、ね。海はみんなで楽しむものってことをね、忘れないことが大事かなと思いますよね。その点をね、一人一人プロに見習っていきたいところでもあるかなと思います。まあね、もちろん前からの余裕というのもありますけどね。でもやっぱ常にね、周りに気を配り、そんな余裕があるサーフィン、ね、余裕を見せれるサーフィンをしていければなと思います。そうですね、明日なんかね、特に波いいんじゃないかな、ね。そしたらね、多分ね、またね、プロが集結したりとかしますよね、きっとね。なんか結構しだした集結してるっていう話は聞きますよね。やっぱね、サーフィング、オリンピック後のね、オリンピックのね、状態のまんまでね、今残ってるみたいなんで、結構そういうね、オリンピック選手になった気分でね、味わえる感じがしますよね、しだしだとね。そんな感じがします。はい。ということでね、今日はここら辺で終わりたいと思います。けどね、明日海行かれる方はね、ほんと十分ね、気をつけて、リラックスしてね、ワイワイではなくね、皆さん、周りにね、気を使ってサーフィンができればと思います。じゃあね、明日、海行かれる方は十分気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。